ねえよ。チーム対抗罰ゲーム付きドッジボール。はい、というわけで、僕たちがウサでーす。そして、はい、僕たちがオリでーす。オリでーす。オリでーす。あれ、ここ負けてない？混ざっちゃってる。混ざっちゃってる。混ざっちゃってる。というわけでね、本日はブザード何も出ねえようにオールインが参加となります。初めて。お願いします。本日はですね、罰ゲーム付きドッジボールということで、はい、みんなね、頭の中がってなってると思うので、ちょっとここでルール説明の方をさせていただきます。まずこのドッジボールはですね、普通のドッジボールではございません。なんだって。まずボールを投げ合う前に罰ゲーム中の感覚を出すので、この罰ゲームボール当たった方目の前に受けてもらいます。そうやるんですよ、はいはいはい。とりあえず当たらなければいいから、はい、うん、とりあえず当たらなければいいんで、カズマとサックンが、まあ、トーリッピでじゃんけんしてもらって、はい、トーリッピのごちゃ混ぜでドッジボールをやっていきたいと思います。はい、というわけでね、罰ゲーム後は外野、外側に行ってもらいます。外側でボール打ったら相手チーム投げれるんですけど、内野にはもう戻ってこれません。復活なし、復活なし、はい、ですが、もともと外野にいる人は後々復活可能になります。この復活のタイミングは各々のチームにお任せします。大事だね。大事だね。そう、大事だ。だ、結構ピンチの時に増やすのもよし、チャンスの時に逆に大人数にするのもよしということで、こちらもチームのリーダーの判断で決めてもらいます。というわけでね、じゃあ早速チーム分けに行ってみたいと思います。はい、はい、はい。回していこう、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 回していこ
やばいな。ケツバットになります、はい、痛っ後から来るやつやいいでアンボシュザリアンボシュザリアンボシュザリコンコン釘を刺すあ、オレンジあ、オレンジしんどいよおいはい、寮のトイレ入ると絶対にぶっ壊れるか詰まりますいいよはいねおいおいおいはいこれ何やねんいいぞはいよいやいやいや逃げ逃げ逃げて逃げてやらせていただきます。次行ってみよう。